皆さんこんばんは。今12月の22日日曜日の午後7時50分ぐらいに動画撮っています。実は今ですね、悲しいお知らせがあります。何日か前に私がクロちゃんって呼んでる動画を投稿したと思うんですけども、あのクロちゃんという猫はうちでまあお世話してる外猫だったんですけども、警戒心が結構強かったことや、私が外にちょっと出れないのでなかなか触らないで、ちょっと距離を縮めることができてなかった猫だったんですね。でもあの動画を撮った日、ほんとつい3日ぐらい前なんですが、やっと私がいるところに、現れて体を撫でさせてくれたりとか、名前呼んだら声泣き返してくれるとか、そういう風に変化してきて、ああやっと私たちのね、うちに馴染んでくれたんだなという風に嬉しく思っていたんですよ。ですが昨日の夜、まあちょっと家族からそのクロちゃんの体の具合が悪いから今家の中にいるよと聞きまして、その猫は今まで一度も夜に私たちの家の中で寝たりですとか、扉を閉めて中でくつろぐとかいうのを一度もしたことがなかった猫だったので、おかしいなとは思ったんですけど、家にいたので様子を見に行ったんです。で撫でたんですね。で私も今までクロちゃん触ったことはあったんですけど、撫でるっていうほどはできなくて、こう逃げてってしまうので、なのであまりこう骨格がわかるほど撫でたことはなくて、ちょっと毛をさらっと触るぐらいだったんですけど、昨日は家にいてクロちゃんが完全に香箱座りで休んでいたので、クロちゃんを顎をかいてやったりとか、この付け根をポンポン叩いてあげたりとかしたんですけども、黒い毛に覆われていたから全然気がつかなかったんですが、クロちゃんは本当にガリガリに痩せていました。で家族はずっとその外にいるクロちゃんを今までも見守っていて、世話したりご飯あげたり慣れたりしていたので、3ヶ月前ぐらい、それ以上前から実は痩せ始めてたというふうなことを言ってたんですけども、それも私は昨日の夜初めて聞いて驚いて、でご飯が食べられないぐらい弱ってるっていうふうに昨日聞いて、本当にただただ驚いて、もうショックだったので言葉もなかったんですけど、家族が一応次の日、今日になるんですけども、病院に連れて行くと言っていたので、その病院の結果を待っていました。で、夕方になって、戻ってきたのかなと思って、家で休んでるんじゃないかと見に行ったんですけども、クロちゃんの影がなくて、で、そのそばにですね、病院の、領収書と血液検査を受けたみたいで、検査の数値が書かれた紙が置いてありました。で、その検査結果を見たらですね、私が、今まで猫を何匹も飼い猫を見送ったんですが、そういう猫ですらも、その病院で出たことがないぐらいの数値。例えば、2桁の前半ぐらいの数値であるはずの適正値が、数字であるものが、もう何百とかになってしまっていたりする項目が多くて、肝機能とか、慢性、な、尿がどうも出ないみたいな、なんかそういうことらしく、先生の話を家族が聞いてきたんですけれども、手の施しようがない状態だと言われたらしいです。今日は病院に今クロちゃんがいるんですけど、
私は気づいてもあげられなかったし、病院にも付き添って、行かなかったんですけども、まさかこんなにひどいことになってるとは思わず、ただ、もうこうなってしまったらもうどうしようもないですけども、3ヶ月よりも前から痩せ始めてたっていう、もうそのことが、家族が気がついてたのであれば、なんでその時に病院に連れて行かなかったのかっていう、その、怒りと後悔が押し寄せてきて、クロちゃんに申し訳ない気持ちです。